あの4回目なんですね、総理と質疑をさせていただくのは、本当にありがたいと思ってます。さて、9月にアメリカに総理が行かれたときに、当時、その当時ですね、ちょうど同じ頃イスラエルのネタニヤフ首相も訪米されておりました、そのときですね、ちょうど日アメリカの大統領選挙、クリントン 氏とトランプ氏あの今日はすべて総理に対して質問通告させてもらっていますえ途中あの休憩が入りますからあの水入りもあるんですけれども、えー、細かい質問があるかもしれませんができるだけ回答いただきたいというふうに思います、えー、話戻します、えー、ネタニアフさんが行かれたときちょうど、えー、クリントン氏とトランプ氏の支持率が拮抗しだした頃でした九月に入って まだからでしょうけれども、マネタニアスさんはです、ね、トランプ氏とクリントン氏の両方に会談をそれぞれされたわけであります。ところが、同じ時期に総理が訪米されたときには、まあ、残念ながらクリントン氏だけしかお会いしなかった、これはあの我が会派の会長である小川会長がまあ以前質問されました、理由についてはもう今日はお聞きしません。 しかしこれは非常に間が悪かったというふうに言わざるを得ないんですね、外交センスがないという声が聞こえてますけれども、どういう理由で外務省の指導なのか、あるいは安倍総理のご本心なのか、これは分かりません、それは置いといて、間が悪いというのはです、ね、これだけではなくて、正直、衆議院でのこの TPP の委員会のときに、なんと総理は強行採決は、 いつでも考えたことがない、そしてこれからもそういう思いはないという、そういう類い趣旨のご発言をされております。えー、その後ですね、あの11月の4日、強行採決、私たちは強行採決と思いますが、その前にちょうど昨年の9月の17日、この場所でした、えー、野じと土豪の中で、えー、議事録聴取不能とまで書かれている、 特別委員会でのあの採決の仕方えこれ、両方ともそうなんですけれども、これが強行採決ではないとお考えですか、まずそのことをお聞きしたいと思います安倍内閣総理大臣。まずですね、あの先般、9月にクリントン候補とお目にかかった件について申し上げますと、これはクリントン候補側からですね、 ぜひ会いたいという要望があったわけでございます。これは外交というのは、かつて福田太夫総理が表現をしておられたんですが、この水の上を泳ぐです、ね、アヒルのようなものだと、上はすーっていってるんですけれども、下でこう水かきで書いてるんですね、水かきの部分はなかなか見えないわけでございますが、このわれわれは大統領選挙を行われている際には、当然、この選挙戦に影響を与える。 介入するとといいう考えは冒頭ないとそこでまあ注意深く対応していいたわけででございます、まあ、そこでクリントン大統領から、クリントン候補からはですね、そういう要請がありますので、お目にかかるわけでありますが、同時にですね、トランプ陣営側にも、クリントン大統領からこういう要望があったので、お目にかかりますよということは伝えているわけでございます。ネタニアフ、えー 商法との関係において、日程上どうなっていたのかは知りませんが、えまそれぞれ滞在の時期もえ長田の日程もま違うわけでございまして。そこでその後ですね我々はトランプ陣営の有力者と私自身もあったわけでございますが、その際えまトランプ候補からですね。ま、今回、友禅の関係でちょうどこの？ お時にお目にかかれなくて、ニューヨークにいなくて残念であるというメッセージも伝えられているわけでございまして、しかし、そうした水かきの方を書いている結果、ですね電話会談につながり、そして、重信主のこれは会談につながっていくという、それが外交ではないかと、こう思う次第でございます。そしてままた強行採決かかどうかこれはまさに 我が党は立党以来、ですね強行採決をしようと考えたことはないのは事実でございます。<ー>先般のですね、先般の TPP の衆議院の採決におきましても、野党である野党でであるですね維新の会は出席をされた、かつ賛成もされているわけでございます。ままた平和安全法制におきましてもですね 当時野党であったあいくつかの会派ですね、いくつかの会派が賛成に転じているのも事実でございまして、まどのような評価をされるかということはこれは議会においてあの評価をしていただきたいとまこのように思う次第でございます。えさき君、おそらくですね今お話をこうテレビ放送されてますから、おそらく聞かれてる方は。 ままたた驚きの声だったろうと思います、まあ、前段での会談の話は僕は質問してなかったんですけれども、お聞きしてなかったんですけれども、実はその後の強行採決での話をしてほしかったんですが、えー、私はあの総理のそういう態度がです、ね、少々、やはり日本の政治の頻度を落としていると言わざるを得ない、あの非常にあの失礼な言い方ですけれども、もっと言えば、 政治に対する国民の信頼を失墜させている、低下させている、えー、こう思わざるを得ないわけであります、総理、ご自身の考え方はどうですか安倍総理大臣。今のご,、えー、ご発言はです、ね、そのままお返ししたいというふうに私は思うわけでございまして。 国民が求めているのはです、ね、まさにしっかりとした中身の行為、審議をするかどうかということでありまして、今、審議拒否については、国民の皆さんは全く評価をしていないのは事実なんだろうと、このように思います。そして採決の姿がどうあるかということについてはです、ね、これ、与野党で考えるべきではないだろうかと、こう申し上げているわけでありまして、野党の中においてもです、ね、出席をして議論したい、あるいは賛成したいという党があったのは事実。 でありますそれはお認めになると思いますよ、平和安全法制についても、それはそうだったのは事実でございます。事実、々とですと最終的な協議をし、賛成に転じたのはで、すみません、ちょっと場外から発言されるのは、今、まさに江崎さんとですね、江崎さんとこう真摯な議論を進めているわけでありますから、場外から福山さん、やめていただきたいと、このように思います、矢次はやめていただきたいと思います。そそここででですねそこでそこで まさにです、ね、野党の皆さんとのご協力をいただきながら、しっかりと審議を進めていく、そして採決においてもです、ね、静かな環境の中で採決をしていくことが望ましいわけでございますが、繰り返しになりますが、平和安全法制の際にも、また TPP の際にも、野党の出席賛成を得て、採決に至ったことは事実でございます。江崎君あの やはりそれはどうしてもですね、自分の自己都合の上塗りの回答しか聞こえないわけでありまして、正直、もう少しですね国民の皆さん、あるいは我々政治家も含めてですね、対しても、もう少し真摯な態度で、本当、望んでいただきたいなということを改めて強く申し上げておきたいと思います。政治にに対すする信頼ののののの失墜はこここれ取りり返しのつかないことにないいとってまいりますこの数年の間の 審議の内容の問題を含めて、非常に大変なところに来てるんだろうということを改めて申し添えておきます。さて、昨年と今年の強行採決でありますけれども、集団的自衛権の行使、容認を含めた安全保障関連法案の強行採決、これもですね、これはあのいろいろありますけれども、まあ、結果論として、日本が米国が進める戦争、あるいは紛争に加担をする危険性が、 高まったこれは間違いなく言えるだろうというふうに思います政府がどう説明を繰り返してもですね、そのことをおそらく覆すことはできませんあえて国民を説得できる理由を探すならば日米同盟の進化というか日米同盟のために仕方がないということぐらいだろうというふうに思うんですねもちろんそれはですね、東アジアで台頭する隣国中国とのパワーバランスこれも 大きな意味合いがあったということはもう皆さんご存知の通りですまあ、さて今回衆議院で採決された強行採決された tpp ですけれども経済連携協定でありながら先ほどの宮城委員からのおっしゃいがありました安全保障の分野も相当これは踏み込んでいるそういう思いもあるそういう気持ちもある当然だろうというふうに思いますえ国民の皆さんもそのことにもうそろそろ気づき出しているだろうと思いますまあ、さてそこでですね まあ先ほどからの話のとおり、えー、米国ではトランプさん、トランプ氏が次期大統領候補になったわけであります、そして、えー、ここ、ルルーお話が合っているとおり、まあ、離脱をするということが、まあ、はっきりしているというような状況になりつつあります。えー、しかし日本では今、話をしたとおりです、ね、強行採決はしないと言っておきながら、強行採決に踏み切ってしまった。 えー、総理は自らの約束を無視して採決を強行しました、その強い姿勢は一体何なのか、多分これがです、ね、国民の皆さんの一番今の不安、不信だろうと思うんですね、えー。なぜそこまでやって、そしてトランプという人が大統領候補になった翌日に強行採決を、これは総理が指示なさったのかどうか分かりません、しかし自民党総裁としての責任は大変大きいと思います。 そのことに対してお気持ちをお聞かせください安倍総理大臣採決するかしないかはですね、まさに国会において委員会においてお決めになることでありますから私は両政府の長でありますから質問に対して丁寧に誠実にお答えをするという責任を果たしてきたつもりでございますいずれにせよ議論が熟してくれば採決に至るわけであります これは私は支持は私いたしませんまさにこれは委員会において、国会においてお決めになることであって、そういう中で判断をされたと、このように思っております江崎君あの。そこまで踏み切るということ、おそらく少なくとも自民党の総裁として、あるいは総理大臣というお立場として、少なくとも容認されたことは間違いないわけでありますから、そのことに対する責任はやはり僕は重いというふうに思わざるを得ない、そして今回、トランプ氏が大統領になった。 トランプ氏の、ね、TPP からの離脱の意思表明は、僕はあの中国との関係ですね、これ、TPP というのは、環太平洋、どちらかというと、先ほど宮家さんもおっしゃったとおり、中国を思いつつも、経済連携協定の中で、まあ、どうア,ジア,アメリカを中心とする経済連携をつくっていくのか、そういう極めて安全保障の意味合いが強い分があると思うんですね。 そこからトランプ氏が離脱をするということをはっきりしたわけでありますから、これは考えようによっては、日中関係との、日中国との関係を見直すということになるかもしれない、あるいは敵対から友好への舵切りに今後なるかもしれない、そうなると、環太平洋の国々との安全保障関係もこれ、変わってまいります。こののの tpp 強行採決は日本だけがです、ね、その流れから 流れに逆らいたいという意思表示で捉えられていないのか、僕はそれをすごく危惧をするわけであります、総理のお考えをお聞きします安倍総理大臣。あのちょっとどういう意味で今、世界の流れということを言われたのか、私もよく実は理解できなかったんですが、まさにですね、これ、繰り返しになりますが、まあ、戦前はこの半島の広さが経済の実力になったわけでございます戦後はですね、半島の多くを失った日本とドイツ。 なぜ日本とドイツが成長を遂げたか、これはまさに自由貿易の恩恵と言ってもいいんだろうと、こう思うわけであります。半島がなくてもですね、半島がなくても、これは自由貿易が行うことができるということであります。その中で、日本もドイツも大きな成長を遂げることができたわけでございますし、そしてそれはです、ね、一部の大企業だけに利益をもたらすものではなくて、中小企業、あるいはそこで働く労働者にも利益をもたらすのは事実であろうと。 こう思うわけでございますしかしながらこの経済の状況の中においてですね海外から入ってくるお金や人あるいは物に対してはですね反感が生まれやすいのは事実でございますそういう中において保護主義は台頭していく 政治がです、ね、この中でポピュリズムに陥っていけばです、ね、そうした反感を利用して、政治的な支持を広げていくということになってです、ね、いわばこの保護主義は広がっていくわけでございますが、TPP における理念と価値については、先ほど私がお話をさせていただいたとおりであります。自由や民主主義や基本的人権、そして法の支配といった価値を共有する国々と自由で公正なあ 貿易権を作っていく、これはまさに新しいルールを、21世紀型のルールを作っていくと、その中では、中小企業、あるいは小さな会社であったとしても、ルールはしっかりと守られる、彼らの知的財産もしっかりと守られていくという、そういうまさに法の執行においてです、ね、法の強化、法の支配の強化がなされると言ってもいいんだろうと思うわけでございます。そのの貿貿易易をくっていくといとう自由貿易の大切さ 価値をですね世界に発信をしていくという役割がまさにこの TPP の議論にどねられていると言ってもいいんだろうと、ですから、このえ何かわからない流れに逆行するということではなくて、私が申し上げているのは、まさにこうした保護主義の蔓延を食い止める上において、私はこの TPP の議論をしっかりと進めていき、ですねえこれは批准をお願いをしたいと、こう申し上げていいるわけでございます々木<崎>君。長く回答された部分は、 後半午後からその自由貿易の問題について、少し議論させていただきたいと思うんですが、まあ、私はあの今言った米中関係が変わるんじゃないかという危惧をしたから言ってるわけであって、今、おそらくですね外交も含めて、このトランプさんのトランプ大統領の出言によって、日米関係がどうなるのか、まあ、そして日中関米中関係がどうなっていくのかというところが、おそらく水面下での危惧の話だろうと思いますじゃもう1つお聞きします。 もともとトランプ氏は、えー、プーチン大統領を、まあ、ある面では好意的に話をされた部分が正直あります。先ほど申しましたとおりです、ね、この TPP というのは経済論働協定でありながら、艦隊栄誉の安全保障という側面も相当優位しているわけであります。まあ、当然です、ね、これ米ロ関係もこれからどう動いていくのかというのは非常に難しく分からなくなってくるだろうと思います。まあ、そんな中で 安倍さん、総理大臣は12月の15日にプーチンさんと山口で会われますで、非常にそういう意味でも私は間が悪かった強行採決ではないかと言わざるを得ないんですけれども、仮に米ロ関係が今よりも状況が変わってくるような可能性があるとした場合、ですねトランプ氏はもともとオバマさんにもはっきりプーチンさんのことを好意的に言ってらっしゃるわけでありますから、そのトランプ氏が、 TPP からの脱退を表明をしているわけであります。あの山本農林水産大臣のです、ねまあ、極めてあのウルトラ C の発言によってです、ね、もともとはもっと早く採決をする予定だったのが、まあ、こともあろうに11月の8日過ぎ、大統領選挙の後にですに、ね、採決をするという余裕が生まれたわけですね。だとすれば、もう少しトランプ、あるいはクリントン、 アメリカの大統領選挙の結果をしっかり見た上で国内の政策を対応できるという状況が生まれたわけでありますからそれをなぜ翌日早々に多数で採決を成立させてしまうのか私はここに本当に間の悪さを感じざるを得ないんですよその意味で私はあの少なからずですねこれはあの答えができるかどうか分かりません12月のプーチン大統領との会談で今回の強行採決が プーチン大統領に対して、少なからず心証を与えたのではないかという危惧もするんですが、その辺はどうでしょうか安倍総理大臣あの。まずですね、トランプ次期大統領の政権がどのような外交政策を展開をしていくかということについてです、ね、今、余断を持ってお話しすることは差し控えさせていただきたいと思います。そして今のの質問でですすが TPP 採決とですね プーチン大統領との会談は何の関わりもないというふうに考えております佐々木君そうあることを願ってもちろん私も願っておりますただあまりにも間が悪い採決の仕方だったということは改めてご指摘をしておきます大統領選挙があったわけでありますから TPP に関しても少なくとも政府の中でももう少し議論方向性を を進めて良かったのではないかということを指摘をしておきたいというふうに思います。まあさて、え日本はですね、安倍総理のもとに武力と経済、まああるいは集団的自衛権の武力といえば、この安全保障関連法は TPP は経済というふうに言ってもいいかもしれません。まあこれが両方のですね、この強行採決、この TPP がこれからどうなるかわかりませんけれども、条約は三十日ルールが あるわけでありますから、両方とも先ほどの私どもの小川幹事長のフリップにもあったとおり、集団的自衛権もそうですが、おそらく国民が圧倒的にです、ね、反対を支持をしていたわけです、反対を表明をしていたわけです、いや、反対というよりも、いや国会審議をもっと尽くしなさいという要望があったにもかかわらず、そのことを強行をしてしまったということは、私は安倍総理のと 日本の国民はですね、非常に今不幸な政治環境の中にいると言わざるを得ないというふうに思います。政治の責任は私たち政治家の仕事は国民の皆さんの幸せのために過去を学び、今を改革をして将来に備えることだと思っています。今将来に備える議論はパリ協定、コップ二十二やってます。本来だったらこれを先にやるべき仕事だった。それをせずに。 強行採決に及ぶこの TPP の議論にしたこと、改めて、えー、改めてそのことを指摘をさせていただきながら、えー、残余の質問は昼からの質問に返させていただきたいと思いまますありがとうございました午後1時に再開することとし、休憩いたします。